はい、どうもおはようございます。今日はね、僕は今埼玉県の、葛和田サッカー競技場に来てます。これはね、利根川沿いにあるサッカー場ですね。でね、なんで今日来てるかっていうと、実は元 J リーガーの山田隆弘さんがなんとここで監督をしてるらしいんですね。なんでちょっと僕は今日は密着的な感じで、どんな感じか見に行こうかなと思って来ました。いや、埼玉僕初めて来たんですけど、ちょうどいい感じのなんかこう田舎で落ち着きますね。やってるやってる。結構にぎわってますね。今日はここは女子サッカーらしいんですよね。だから大学生なのか社会人なのか分かんないですけど、人がたくさんいて、ファミリー連れもいっぱいいますね。美味しそう、焼きそばがやってます。あれ、タカちゃんはどこにいるんだ。意外とね、広くて侮ってました。すぐ見つかるかなと思ったんですけど、もうちょっと探してみようかな。あれ、タカちゃんはどこにいるんだ。おお、いたいました。遅いよ、見つかりました。遅いよ。すいません、時間遅刻って。寝坊しました。いや、すごいですね。なんか本格的ですね。そうだよ、1試合目勝ったからね。1試合目、え、もう終わったんですか。試合、1試合目ね。あ、でも1試合目あるらしいから。あ、なるほどなるほど、勝っちゃったから。今日は監督ですね。監督、いや、監督代行兼応援。なるほど、そういう感じですか。監督なんてできないからね、はい、知らないから。あ、知らないから。今日初めて見たもんだって、チーム。あ、初めてですか。そうそうそう、初めてだ。タカちゃん、なんか噂で聞いたんですけど、女子サッカーみたいですね。そう、じゃなきゃ来ないよ。いや、じゃなきゃ来ないよ。じゃなきゃね、じゃなきゃ来ないよ。いや、僕初めて来ましたけど、でもいいですね、この辺り。寒いね、寒い。寒すぎ。都内朝雨降ってましたよ。うん、降ってた降ってたね。だからほら、雨って言ったじゃん、はい、でこっち雨降ってなかったら途中でやんだね。あね、結局人工で作ってる芝だから遊びがないから、はい、下がもう要はアスファルトと一緒だから、うーん、足首とかね、はい、膝とかにめちゃくちゃ負担かかるんだよ。あ、なるほど。だから同じ1時間半とか2時間プレイしても、うん、素人とか全然違うの、うん、普通の芝ってほらやらないでしょ。はい、はい、そうですね。だからね、一応クッション代わりになってこうなんていうのかな、ちょっと吸収してくれるから、そこまで疲れないんだよね。で、これでも痛くないしね、はい、土のグラウンドと違って。プロの競技場って言ったら天然芝、天然芝基本ね、うん、でもなんか今、はい、人工芝で、はい、この間のワールドカップ予選もなんか海外でやった時、はい、人工芝とかでやってたから、なんだろうな、よくないね、人工芝で。スライディングもできないしね、うん、あ、そうなんですか、やけどしちゃうの。ああ、スライディングで、うん、へえ、日本も破けたり溶けちゃったりするから、はい、あ、そうなんですね、うん、いいことないんだよね。そういうの全然知らないですもんね、普通に見てる人たちは。だから今私立の学校なんかで言うとさ、はい、学校のグラウンドを、はい、なんか人工芝にしてあるとかしてる学校いっぱいあるんだけど、はい、あれも良くないんだよね。成長期の子供たちに、うん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 、あるじゃん、成長痛って、膝が痛くなったりとか。あ、ありますね、はい、危ない、失礼します。ああ、今もう試合が始まってます。第1試合は勝ったの、勝ちましたね。第1試合は 1-0 で、で今第2試合目、第2試合危ない、クリア、よし、あー、おー、
危なかった。危なかった。あれか、普通はほらあれスローインじゃないですよね。スローインなのにキックインなんだよね、はい、キックインなんですね、ルールがまだちょっといまいち把握してないですね。そう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 、監督大丈夫ですか。監督じゃないよ。監督今日来ても監督クビになっちゃったんだ。早いっすね、うん、監督、はい、1点先制されてここからどういう風に攻めた方がいいですか。渋い顔。それがようわからんのよね。よくわからない。ダメじゃないですか監督。あとは頑張るしかないですね。頑張るしか、もう頑張れとしか言えない。頑張れですか。やばい、やばい、おー、ナイスキーパー、ナイスキーパー。やばい、時間がないね。あと何分だ、これ15分ですもんね、うん、結構いい流れに乗ってきたんじゃないですか。うわー、もうちょい。もうちょい、あと一息、あと一息ですね。あと一息。近く、もう残り時間総攻撃。あと30秒、あと30秒、うわ、もう総攻撃だ、総攻撃ね。もう全員上げるしかないですね。総攻撃も上げましょう。ラストもう総攻撃だ、ね、総攻撃。ああ、無念、無念。監督、悔しいです。悔しい。もう少しでしたね。1対0。でもまだ次の試合あるんですか。ある、うん、もう次は勘弁しないよ。そうですね、次は勘弁しない。次はもうバシバシいきましょう。やっちゃうよ、次は、はい、次は僕も体温めとくんで。温めてるように。残り5分でいくからね。残り5分で、分かりました。あ、16番あるよな。何それ。もう、おう、おう、ちょ、10回。うまい、うまい、うまい、おう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 。うまい。さすが、ファンサービス。惜しい、惜しい。やっぱこう、タッチが柔らかいですよね、うん、あ、ボールが柔らかいですか。おお、本当だ、うまいっすね。いいっすね。タカちゃん、現役の頃とかはリフティング何回ぐらいできてたんですか。20回ぐらい。少なくないですかそれ。それ絶対ダメじゃないですか。20回ぐらい。僕の現役の時は、はい、50回できたとか100回できたとか、はい、っていうよりも、はい、集中が続く限りできた。ああ、なるほど、うん、そういうことか。集中が続く限りね、うん、延々やっちゃうからね。そうそうそう、疲れちゃいますよね。確かに確かに。へー、すごいな、その集中が続く限り。まあ確かに僕らなんかこう素人がリフティングやってても確かに集中がすぐ途切れますよね。そう言われたら。なんか最初は50回、はい、回できたとか、はい、とかもちろん始まるんだけど、はい、それが300回になり500回になりみたいになってくると、そこから先はもう結局、はい、もうあとはもう集中が続く限りできるようになる。だからもう途中で何回やってるか分かんなくなっちゃう。あ、なるほど。3000回やったり4000回でもそんな3000回できたって4000回できたってしょうがないんだけどね。なるほど、なるほど。どんだけつけたって試合の中の大事な時にトラップミスしちゃったら意味ないわけ、はい、確かにね。そうか、そのリフティング何回できるって僕らこうよく言ったりとかするんですけど、うん、そういう、そういう問題じゃないですよね。そこじゃないですよね。試合中だってグラウンドでリフティングやった人いないでしょ。確かに。大事なところでパチって一回止まればいいんだよね。はい、なるほど、なるほど、うん、すげえ、やっぱタカちゃん女子率高いっすね。こんなに女子がいるとかなかなかない。
ルールから、ね、そしたら36番の子もうちょっと前出しちゃっていい。こうちゃんもうちょっと前だって前あ、36番の方がこの ちゃんこうちゃんありやな。あの子もありですか。あメンバー入れ替えですね全員。やばいスタミナみんなスタミナ満タンのやつらが来ましたね。やばいぞこれは。来な汚ねえことすんな汚ねえこと汚ねえことすんな汚ねえこと。いや惜しかったですね監督。惜しかったもうちょっとでしたよね。ちょっとだったなねえ。でもありかなしかって言ったらはいありやな。ありやなす最後までありでしたね。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。